こんにちは阪急道場弓矢さんです今日は私が大好きな清浄石で買ってきたマグロのぶつ切りを紹介したいと思います皆様マグロお好きですかはい私もマグロ大好きでいろんなスーパーの いろんなこうねお刺身コーナーというかはいそこでねマグロ買ってきては食べているんですがやっぱり清浄石井さん今までハズレがないんですよすごくないですかでこちら、えー、税抜き990円となっておりまして結構量も入っていますこれで本マグロですよあの本当にバイヤーさんの目利きがいいのを実 一貫するお刺身コーナーです。あの中には、本マグロといっても、やっぱりちょっと味が落ちるなというものもあるかと思うんですが、本当に毎回美味しい。成城石井さん、素晴らしいです。で、今回は長崎県産となってましたね。勝本とかでしょうかね。はい、結構、毎回買うとき、産地ね、ちょっと気になって見てはいるんですが。 鹿児島県とか島根県とかその辺りが多いかなっていう感じがしますね。ぶつ切りの中に中にトトロ、大トロ大とちょっと赤身みたいな部分も入っているのでそれをね楽しめるのもいいですよね。本当にね私の成城石井で一番買っているのではないかなと思うこのねマグロのぶつ切り是非お試しください。 動画をご覧いただきありがとうございました。